ご指摘の国際保険規則は、すでに国会で承認をいただいた WHO 憲章に基づく規則でありまして、これまでもその採択にあたり、国会の承認は求められていないものと。WHO 憲章ですね、ずいぶんと前に国会で審議されたものだというふうに思います、そういった過去のものが一回認めらられたからといって現在、WHO で国際保険規則の改正が議論されています。 この改正について、5月に決議がなさる予定ですが、いまだに改正案の内容が公表されておりません。今回の改正には、WHO から各国に対して、提案ではなく、法的拘束力,力を持った指示が出せるといった内容が含まれていると即分しています。拘束力を持った指示が実際に出される場合には、財政的な対応といったものも必要になります。 1974年に示された大平三原則によれば、国家間における法的な合意である国際保険規則の改正については、当然に国会での議論が必要になるというふうに考えます。さきのコロナ対策でも100兆円以上の費用が投じられたことを踏まえると、法的拘束力を持つ国際合意が財政に影響がないとは言えないというふうに思います。この点について、財務大臣の見解をお聞かせください。 ご指摘のございました大平三原則、これはいかなる国際約束に国会の承認が必要とされるかというものを示したものと承知をしています。この点、ご指摘の国際保険規則は、すでに国会で承認をいただいた WHO 憲章に基づく規則でありまして、これまでもその採択にあたり、国会の承認は求められていないものと承知をしております。 あのいずれにいたしましても、国際保険規則や、その大平三原則との関係については、所管省庁である外務省と厚労省にを中心に、国会において丁寧に説明していくことが重要であると考えます。ありがとうございます。WHO 憲章ですね、随分と前に国会で審議されたものだというふうに思います。そういった 過去のものが一回認められたからといってですね、これから先の変更の内容とかですね、法的な拘束力があるものを全て白紙委任で認めるというわけには国会もいかないというふうに思います。まあ、これからの話をしているわけですから、ぜひですね、こういった改正案についても国会で審議していただいて、広く国民の議論を聞いてですね、 皆さんの総意で改正を認めるか認めないかと、そういったものに日本が乗るか乗らないかということを議論していただきたいというふうに思います。5月までには内容が出てくるはずですので、ぜひです、ね、議員の皆様にもこういった問題、注目していただいてです、ね、皆さんで議論をして、国民の周知のもとで改正がなされ、そしてその後で来た WHO の政策等、提案ですね、そういったものがやっぱり国民に理解されるように、我々働きかけていく必要があると思いますので、我々の知らないところで勝手に決まってましたと。 それに対して予算を執行しますといったことにならないようにです、ね、ぜひ今のうちにしっかりと議論をしていただきたい、皆さんに周知していただきたい、強く要望して終わります。